ちは、まさに6494です。今回はですね、まさラジ第103弾やっていきたいかなと思います。はい、でですね、今回はブログ始めましたっていうお話と、あと最近上げてるニュース動画ですねについてお話しようかなと思います。なんでこんな、なんかあれですね、ニュース動画なんですけど、なんだけど、まあある程度真面目に話してるんですけど、話さなきゃいけなくて、っておかしいな、話してるんですけど、ちょっとですね、まあすごい真剣度合いがですね、半端なくてですね、集中力使うんですね、やっぱり集中力使わない動画にしたいので、マサラジとかマサリコとは、なんだろう、もうちょっとゆったりめな感じでやっていきたいと思うので、なんかやってきてるので、そのスタンスを崩さずに行こうかなと思うんですけど、ですね、ブログの話ですね、最初。ブログの話。で、ブログの話でですね、これはあれです。ここになんか表示しようかなと思って、こうやったら、なんか、それと同時に、編集しやすいので、ってやってるだけです。はい、ブログなんですが、最近始めました。最近って言っても、いつかな、もっとやってたんですけど、アベーマーブログでだいぶ昔なんですが、まあ、改めて文字でだけのやつとかやりたくてやってて、4月6日か4月6日ですね、からやります、はい。まあ動画がメインでやってるんですけど、動画だけだと表せない表現とか詳しいところとかを話す、分かりやすいっていう方とかもいらっしゃるので、まあ、自分も、まあ、本も好きだし見るのも好きなので両方ともいけるんですけど、まあ、両方とも片方しかダメな人とかもいるので、まあ、そういうためと、まあ、あとはなんだろう、アベマの方が結構ごちゃごちゃなってきちゃったので、なんかセンスうるさいな、とりあえず構築を待ちといて、文字として書籍としてまあ残したようなという感じでやってますね。なので、ブログを始めたんです、4月6日から。なので、見てください、はい、そのお話ですね、はい、見てくれると嬉しいですね。慣れてないというか、どれぐらいの文字数とか分かりやすい書き方とかもちょっとずつ学んでいってるので、だんだん見やすくなってきてるのかなとはちょっと思うんですけど、頑張るのでよろしくお願いします。はい、で、1ヶ月単位で何 PV 行ったとか、何 UU で行ったのかとか、そういうこととかもブログとして書いていきたいと思うので、だいたい1月目これぐらい行ったよとか、そういうとか行きたいと思うので、まあ、ご覧になってください。はい、1ヶ月ぐらい書いたらこんな感じの推移になってみたいな。まあ、もともとブログやってて、その見てた人とか、YouTube 見てくださってる方が見てくださったりとか、そういうのとかもあるので、多少は見てくださる方もいるんですが、まあ、ゼロの方と比べるとまあ若干多いところからスタートかなっていう話にはなってるんですけど、なので、まあ、1ヶ月単位でどれぐらいの PV 数の増加とか、まあ、低下とか、どれぐらいで、
そういうデータとかも取っていきたいので、そういった記事とかで曲げるのでよろしくお願いします。そうですね、はい、まあなんだろう、まあなんて言うんですかね、自分の好きなことを書いてますね。あんまり制限ない今日は書いたとかあるんですけど、ピアノの経歴だったりとか、そういうのも書いてるらしいですね。とかもあるし、バイクのお話であったりとか、あと書いた、あと病気の話とかですね。病気の話とかは動画の中だけだと話せない部分とかもあったりするので、そういうのもあった。今後に生きるかなとは思います。デートマーっていう口癖なのかな。そんな感じです。はい、ブログの話ですね。あともう一つ何について話そうって言ってた、あ、ニュース動画についてですね。ニュース動画についてですね、はい、ニュース動画については最近ニュース動画上げたりしてるんですけど、まあいろいろと賛否両論あったりとか、まあ、あるんですけど、まあ、自分が興味持ったニュースを上げてるんですけど、まあ、有名なニュースだからって自分が興味なかったら上げたりしてなくて、すごい小さいニュースなんだけど誰も見なさそうなニュースなんだけど自分が興味あるニュースとかをやったりとかしてたりしてます、ね、結構な動画数多分できてると思うんです。ちょっと待って、今50本弱は上げた結果、47本上げてきて、ちょっと10本ありますね。マサラジとかより全然。あげてるっていうね、まあ、それは興味持ったら作ってあげてるので動かしてるんですけど、まあ、すごいなんか分かる感じですね。まあ、そういうと何を言うと、その動画どういう人が見てるのかって結構細かく分かるんですね、 YouTube の自分の画面で。それで、あ、この動画ってこれぐらいの年代の男の人が見てるんだとか、女の人が見てるんだっていうのが細かく分かって、すごい面白かったりしますね。あの、この年代がこういうニュースについてすごい知りたがってるんだとか、そういうのが分かったりするので、案外、なんだろう、表面上の評価とか、視聴回数とかそういうことよりもそういうデータとかがいろいろ発見あったりとか面白かったりとかありますね。すごいそれは思います。はい、まあ、基本的にコメントは返そうとは思っているんですけど、方がいいかなとか面白そうだなっていうのは放置したりとかしてます。はい、自分かな、はい、なるべくは返そうとは思ってます。で、まあ、返しされなかったとかそういう方は、まあ、コメント内容か方忘れられたかどっちかですね。まあ、特に面白い話もなく、はい、ということでですね、今回はブログ始めましたっていうお話 と、ニュース動画についてですねお話ししてみました。ではご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では雑談、音楽配信、
ゲーム配信を主にやっております。また引き続き頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。